恵比寿様と七福神。昔ある村におばあさんと孫の男の子が住んでいました。二人はとても貧しく、野山で摘んだ草などを食べ、やっとのことで暮らしていました。ある日、おばあさんが田んぼのあぜ道でセリを摘んでいると、もしもし、後ろから呼ぶ声が聞こえます。振り向くと、そこには優しそうな和尚さんが立っていました。慣れない土地で道に迷ってしまいました。この村のお寺はどこですか？おばあさんはせり摘みをやめて、和尚さんをお寺の近くまで案内しました。お寺はその木立の向こう側ですよ。そう言っておばあさんが帰ろうとすると、和尚さんは、よく案内してくれました。これはお礼です。小さな袋をおばあさんに手渡しました。はて、何が入っているのだろう。おばあさんが家に帰り、孫と一緒に袋を開けてみると、中に銭が入っています。まあ、これはありがたい。坊や、この銭で餅を買っておいで。孫は喜んでお使いに出かけました。そしてお餅を買い、早く食べたいなと思いながら帰り道を急いでいると、道端で一人の和尚さんがうずくまっています。どうしたの？と聞くと、この2、3日何も食べていないから、お腹が空いてもう一歩も歩けない。和尚さんがそう言うので、孫は自分がお餅を食べたい気持ちをぐっとこらえて、どうぞこれを食べてください、和尚さんに差し出しました。どうもありがとう。和尚さんはお餅を受け取ると、目に涙を浮かべお礼を言いました。孫は家に帰ると、残りのお餅をおばあさんに渡しましたが、おや、買えたのはたったこれだけかい？うん、おいらお腹が空きすぎて途中で半分食べてしまった。それはばあさまの分だ、みんな食べておくれ。と言うと、孫は後ろを向いてじっと我慢しました。けれども、あんまりお腹が空いて涙が出てきてしまいます。おばあさんは、おやおや、こっちにおいで、さ、一緒に食べよ。孫を呼び、二人でお餅を分け合って食べました。その晩のこと、おばあさんと孫が寝ていると、枕元に恵比寿様が現れました。今日は道案内に餅のごちそう。お前たちのおかげで本当に助かった。お礼にこの家の貧乏神をみんな追い払ってやろう。それ、それ、それ。すると家の中が急にざわざわして、奇妙な男たちが家の裏の方へどんどん逃げていきました。
そして、おーい、みんな、こっちだぞーい。エビス様が呼ぶと、わっは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 、にぎやかな笑い声が聞こえ、大黒様に毘沙門様、寿老人、布袋様、それから弁天様と福禄寿、なんと七福神が家にやってきました。恵比寿様は、この家の人たちはいい人ばかりだから、今夜は仲間も一緒に泊めてもらおうと思ってきた、と言うと釣り竿を振って大きな鯛を釣りました。大黒様は打ち出の小槌で海や山のごちそうをたくさん出しました。家の中はめでたい歌や宝物でたちまちいっぱいになり、まるでこの家に春が来たようでした。朝、おばあさんと孫が目を覚ますと、家の様子はいつもと少しも変わりません。まさま、神様たちはどこ？おや、お前も見たのかい。二人は同じ夢を見ていたのでした。それからというもの、この家ではいいことばかりが続き、二人の暮らしも次第に楽になっていったそうです。ほほほほ。